ん？初めて会った時とイメージが違う？と言ったの？そうだね。妖精騎士で会った時、僕はモルガン陛下の政策に従い、冷徹に反乱分子を掃討していた。自身を装置として使うことしか正しさを証明できなかったからだ。でも今は違うよ。自分の考え、自分の意志でここにいる。君があの終わりを見届けたように、私も目を背けず君たちの結末を見届けよう。ありがとう、マスター。この種火、美味しいね。マスターとの関係？一心同体？ちょっと違う気がする。所有物？それも違う。恋人同士であることを示すのには言葉はちょっと難しい。